戦隊スレウツンジャー。今回は2018年一発目の DVD なんじゃー。じゃーイエイイエイDJ 風足すね今年も足しますね、いいですよ、はい、一発目なんで、はい、スレウツ、はいはい、どうも、はいはい、というわけで始まりました、パスロ実践術ラッシュで、はい、超ウルトラスーパー大人気企画、うん、はい、これぞ連れ打ちの極み、街道戦隊連れ打つんじゃが、今回も DV になって帰ってまいりました。悪くない悪くないよ、なんか極みですよ、極みです、極み、はい、極みはいいね、いいですね、吉宗やもんね、うん、行こう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 、俺のことほっといていいよ行こう、はい、いいよ、はい、というわけで、はい、今回、はい、2018年一発目の DVD 撮影と、はい、ということで、まあ、一応2月7日売りなんでね、はい、うん、はい、それにちなんだ自己紹介をしていこうかなと思っております。2月7日にちなむことなんかないよ。ニーナ、ニーナ、ニーナか、ニーナだ、あの月なんとかウサギ、ニーナか、ニーナだ、それでやったやん、それで俺、あんま覚えてへんけどあったよ、確かそういう題。好きな豆はピスタチオ、ピスタチオンジャーと名前差しんです。節分か、節分でしたからね。あー、はい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 、ピスタチオうまいよ。あー、まあね、はい、はい、好きな豆は枝豆、枝豆メンジャーサーミンよりです。のんべよ、のんべ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 、塩強めでさあ、好きな豆はそら豆、そら豆って言ったっけ言ってない言ってない、じゃあ、はい、言ってなかったんじゃこと、うまいなぁ、そこそこオップの、それわざとすか今の、そら豆って分かれ、何そら、その、言ってなかったんじゃは、を言うためのそら豆、いや、違う、言った瞬間に、はい、あ、これ言った、誰か言ったっけと思って、枝豆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 、あんまりもう、じゃ一瞬で舞い降りてきた天使、天使ぐちゃぐちゃやで今大丈夫な、はいはいはい、というわけで2018年一発目ですよ、はい、はい、そうですね、はい、まあ、うん、なんですかね、別に、まあ、いつもまあ問題とか言ってますけど、はい、俺らは別にちょっと問題起きましたけど、ね、うちのディレクターが後ろに後ずさりしたら灰皿にコンってぶつかってこっちが気になるっていうすごい目に入っちゃいましたね。いやいや、撮影中なんやったらあかんねんお前に動かないで静かにしてください撮影中なんで、はい、いやほんまにあの人はね、いつもなんかあの人も問題起こしましたやん。いやそうですよ、問題、いや問題起こしたわ、茶が鍋やってくれたな問題、やってくれたな問題ありましたっけ。やってくれたな、この間のあの紙面で連れ移んじゃブラックみたいなの出てきて、はいはい、そうですよねえ、やってくれたな、やってくれたな、おいおい、うちのリーダーが言ってるぞおいほんまにやってくれた、あれ結局どうなんですか、そのね、反響あったら続くみたいなことを言われて、どうなんですか、実際反響のところは今のところあるんですかどんだけ牛牛でこっち仕事してんだ確かにそう発売されてまで一瞬、そうです、まあ撮影日がね、ちょっと撮影日が12月、なんかツイッターとかなんかないですか、反響みたいな、反響、反響はちょっとわかんないですね、はい、興味を持て誰かつぶやいてるやろ君が組んだんだろそれをほんまにねえ、はい、そうですね、まあ、確かにね、まあ、あの茶金部くんはいろいろと、まあ、や2017年もいろいろやってますもんね、うん、まあ、特に、はい、僕の方から別になんか、はい、これって言った話はないんですけど、あ、ないです、ないの、問題もないですか、何もないです、ないですか、まあ、さんこちらからも以上です、以上じゃあ、はい、以上ですね、うち行きますか、ね、寒いしなんで俺は無駄に伸ばしてるいや、そうもうええやん、言ったら何よ、なんかまだ喋らなかったよみたいな、なんか、うん、まだ笑ってくれてるんで、うん、皆さんね、あ、もう、まあ、皆さん、あ、ルール説明とかいいですか、ルール説明とかしますよ、ほら、ルール説明、何いいって、ほら、一発目だし、一発目だし、2018年、そう、初めて見た方もおるかも分かりました、そうですよ、ほら、そうよ、いいって、大丈夫、いやいや、スーパービッグボーナスをね、ビッグボーナスとなんかあるんやね、レギュラーボーナスが、そうで、なんか落ちてるんやね、落ちてるんでしょ、なんか勝ち額に応じた、なんか負けはなんか度外視で、そう、落ちてるんでしょ、この額、もう意味ない、もう今更いいって、扱えない、大丈夫、いやいや、把握してますよ、とりあえず勝ちゃいいでしょそれは分かってるでしょ、勝ったら勝っただけ、うん、プレゼントができますよ、豪華になります、そうですよ、やっぱもう年明け一発目やから、はい、そうですね、ガツンとええの、はい、行きましょう、プレゼントしましょうよ、はい、はい、それではじゃあ、沢さん、いつものやつでいきましょう、はい、はい、行きます、はい、街道戦隊スレウツンジャー、今日は結構グダグダになりそうなんじゃ、
冬だ。新しいな。新しいな。2018年バージョンですかこれ。新しい。俺逆だった最初。こっちはシェーみたいな。じゃあ持って前から3台でいい？え、あ、持ち前から3台で。あ、いいですよ。この置き取る3台でいい？嫌です。いいっすよ。嫌です。嫌ですよ。嫌なの？嫌です。占領できるよ今やったら。置き取る。鉄拳エンジェル打ちたいんでしょだって。打ちたいね。いや開いてるか分かんないけど。いや絶対開いてますよ。開いて、開いて、残念。どこ行ったらいいか教えて。あの一番奥がバラエティーです。あ、そうなん。はい。なんで俺はバラエティー行きたいと分かってるの。俺は何も言うてへんぞ。私の好きな台は開いてる、開いてる。鉄拳ジェルあるのすごい。さあそれではですね、私はなんと鉄拳エンジェルを打ちます。はい、いや本当にどこのホールにもなくてずっと打ちたかったんですけど打てない状況で、かれこれ1年以上打っておりませんのでちょっと思い出しながら打っていきたいと思います。あーやっと見っけた。なんかゴスロとかにはねあるんですけど、たまに、ただないんですよね20スロに本当に。なので、もう今日は本当にこの台で、鉄拳ヘブンを目指して頑張っていこうと思っております。はい、あれ僕何打ちたいって言ってたっけ。あー、ハイスコールオブザゼット打たれてる。うわー、これ打ちたかったのに。いやー、これ打ちたかったのに。もう手詰まりだ。上手ある。あ、開いた、開いたやん、開いた。これにする。はい、というわけでハイスクールオブザデッドが、奇跡的に開いたので、これから打ちたいと思います。はい、じゃあ打ちます。最近ね、僕のよく行くホールにねあるんですよ、ハイスクールオブザデッドが1台。これね、なんか知らんけどね、売ってしまうんですよ。なんなんでしょう。最近めっちゃ負けてますけど、ハイスクールオブザデッドで。でもね、一時なんか打てば出るみたいな時期があったんですよ。なんかね、その頃にちょっとハマってしまいましたね、改めて。ただ、前なんかで行った時に、ゴッド系はね、凱旋とかも背置きの台が結構多かったんですよね、意外と。リセットだったら足りないんですけど、500、酔い越しだったら650の凱旋。ぶっちゃけでも前日そんなハマってるわけでもないから、最悪それやるか。はい、それでは僕は、凱旋から打っていこうと思います。この台がですね、当日167、まあ、ぐらいしか回ってないですけど、前日のやめゲーム数が490ゲームなので、まあ、酔い越しで657ゲームと、ちょっと物足りないですけど、まあ、ちょっと一周して現状本当にやれる台がないというか、まあ、これが多分一番エナ的には期待値が高い台がだったので、朝はちょっとこれをやろうかなと思います。はい、期待値だけ、期待値に考えるとリセットされてた方が期待値は高いですね。一応皆さんにもお伝えしますか。お、ハイスクールオブザデッド打つんだ。400ゲームが来ました。400ゲームいや本当に、あ、お、来た、リプさん、リプさんよ。当たっちゃえ、当たっちゃえ。ツレツンチャーの実践の時、そのラインを、ね、撮影中にやるんですけど、本当に携帯の充電が、ね、なくなるんですよ。 USB ケーブルで、はい、お店の早っ。リプ4、 G ストップいただきました。もう一丁、まあ、G ストップはね、
070。いいね、1000円で当たっちゃったらいいよね179ゲームですね。 G ストップ、ラダーがある。1枚、1枚か。 VV、 7、1。 あ、当たりました。やった、1000円で当たりました。当たって全然いいです。いや助かる、逆に助かるよ。よし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 、お、乗ったマジかよ、超ラッキーなんだけど幸先いいね。え、パワー君もう当たったって凱旋早い、すごいですね。おお、びっくりした。お、これは強ちゃんスリープレイじゃないね。はい、この777リプ、これ強ちゃんスリープレイです。まあ、A と B あるんですけど、まあ、鳴らして 50% ぐらい当選率あるんで、もうボーナスじゃないかな。そんなことない、うい、はい、赤系タイトル、はい、ボーナスいきました。きょうちゃんスリープレイから77ゲーム。はい、まあこんな感じでボーナスはすぐ当たる仕様なんですけども、こっからなんですよね。こっから、まずはタッグバトルを目指すという感じです。タッグバトルに行かないと AT にもつながらないんで、投資4本、投資4本、おお、おお、すごい一発目からいっただけバトル素晴らしい。はい、いやー、このねタッグバトルが意外と入らないんですよね。これを一発目から入れられました。はい、でもうタックバトルレベルが4つあるんで、まあ、おそらくレベル1だと思いますけど、レベル1の場合は 25% AT 当選率で、2、3だと 40% ぐらい、レベル4だともうあの確定です。まあ1だよね。はい、まあ、バトルに勝てばいいんですけども、ダメか、やられてますな。 あ、ダメか、避けた。いやー、このレバーがね緊張する。ダメか、あーダメでした、バトル勝利ならず。まあまあそんな簡単には勝てないですよね。今日の澤さんのテンションがおかしいんですよ。なんかね、オープニングの時はあんまり多分皆さん感じなかったかもしれませんけど、オープニング撮る前と撮る後となんかもうほんまに
なんでしょう、しょうもない若手芸人みたいなのノリやったんですよ。でほんでね、さっきも僕が、ハイスクールオブザデッド打ちますって打ったら、澤さんが、エンジェルでヘブン入れますって、鉄拳エンジェル打つんでね、エンジェルでヘブン入れますって来たから、僕が U 入れちゃいなよって送ったんですよ。なら入れちゃうよっていうね、もう普段絶対こんなノリ出してけへんのに、なんか何なんでしょうね、寝てないんかな。おー来た、ロックこれで、もう一個、あー今のが一段階です。一段階やけど、まあレア役で、あとボーナスの期待度も、普通のレア役より上がりますね、ロックしてる分。あ、これ今日チャンス目なんじゃない、来た、これ多分当たってるな。一応ジムステージですよね。お、いくよもう発展、一応赤いですね。で一応レギュラーみたいなやつは蹴ってるんで、赤い色を、あー引いてまいりましたね。はい、702ゲームです。一応ビッグボーナスです。はい、じゃあ行きましょう。はい、だいたい平均通りですね、603枚すごいね、あれはラッキー。バババババババーとかっつって遅れることが多いんでね、はい、おお天国から、ああ G ストップだ、いやちょ待って、これ G ストップ行かなかったら熱いんだけど、ああいった、行かなければ GG いるってことなんでね、はい、6ゲームリップさんで行きましたね。いやこれ決めたらでかいよ、何でもいいから揃ってくれ V、 さっきと同じだ、1枚ダメだよ、お残念残念でした。ただ、G ストップに行ってるのでストックはないんですよ。なので天国にいる、天国ショートにはいるんで子役を引きましょう。おー、続くよ。これちょっと熱いですね。もう一丁。当たったべ。当たったべ。ほら。よし。天国で刺しましたね。うわー。一応ショートにはいるんで、まあ、25% 以上のループは受けてる。3つあった。ラッキー。ありがとうございます。3セット目になるのかな。V揃い。いやーこれは困りましたね、もう何もお金がな、お金がな状態に入っております。はい、もう何も起きない状態を、俗に何もお金がな、お金がな状態って言うてるんですけど、これは本当に参ったね、こんなに怒らんもんかね。ないっすね、ここでもう、あーでもここだ、お、星3つまでいった。これなんなんやろ、これがレア役なのか、ひょっとしたらさっきの強水化で、あ、これあれか、強チェだ、はい、強チェです。お、チャンスアップ、8点、赤字で8点だ、
ょっと赤同色狙ってみよう。わあ、ボーナスあるんやったら青衣色当たらんのかい。わあ、当たらんのかい。お、わかったわかった。赤いった。違う、これはあかん。ただタイトルをなんとか。赤い、これはいける。いやー、いつものパターンやけど大丈夫か。いけい。うわー、マジかい。よっしゃ、来た先輩。これで AR です。はい、260ゲーム、なんとか。あ、追加投資だ。追加で、4000円か。総投資が15本です。これで濡れるが閉まってくれれば。ホワイト、もう来た、レアピーだ。いやー、おー来たよ。ここで強チャンス目引いたよ。強チャは強チャンス目で、はい、暴走ボーナス。これやっぱり ARTG が名前変わんねん。あかんわこれ、10だけや。これは下手。お、レイジングラッシュからや。じゃあ、エピソードがあれで終わってたんですよね。はい、ボーナス引いたあの回で、でここからレイジングラッシュです。ちょっと久しぶりなんですよ、レイジングラッシュ。頑張ります。はい、こっからですね。そう、これをいっぱい、出すんですよ。はい、もうそれだけの話です。気持ちいいね。いや、いらんねん、ここベルナビいらんねん。こう何ゲームか保証であるんですよね、これ。で、そっからは転落のやつ回避できるんですけど、あの押し順当てれば。今シングルというか、こっちがね1個ばっかりやからあれなんですけど、うわーこれね、逆順押し、あかんかった。何ゲーム、いやーこれ弱いね。こっちもトリプルとか言ったら50とか乗ったりするんですよ、一発で。これを頑張りましょう、もっといっぱい入れれるように。嘘だ。お、最後の最後でレア役引いたよ。チャックスイカだ。うわぁ、なんもなかったね。よし、やめよう。46ゲーム。いやー、200枚ぐらいしか取れなかったわ。このセットは200枚ちょっと。はい、1510枚です。これで見えるストックは消化しました。はい、まあ十分か。十分ですね。はい、32。よし、ちょっとボールを見ましょう。結構あるわ。これいいっすね。700で1500円ぐらいあります、10日で。うん、麻雀物語3の当日612-00で、はい、で前日が157ヤメと、まあ、凱旋で背置きの高台があるということは、まあ、バラエティーでそれをバラエティーコーナーリセットされてたらどうしようって感じなんで、まあ、前日別にリセットするような、ね、ゲーム数でもないし、背置きだと思ってやりましょう。でも凱旋、あの期待値での凱旋やってるんだから、あれ当然やるよね。
お、立てよ。これだ、CZ。 あ、CZ か。あびっくりした。お、当たった。はいえ、やったー。いい音すんな、おい。さあ、いくよ。こういうこと？30枚。保証何回ですか？3回保証。大丈夫か？おお。大丈夫？やばいんじゃない？あ、終わった。100倍最低保証、はい、100倍ですね。あー、なるほど。美しいバラには海がある。キャプテンローズ、キャプテンローズ。なんか引いた、なんか引いたね。竹を引きました。残念。お、お、強チェリー。あ、リーチ成功。頑張れ。バトル開始。武器上昇。よし、やってた。好調ね。あ、勝ちました。上の方がいいのか。はい、上乗せ70倍、ありがとうございます。あ、狂気のボーダーライン、ドルシー・ジェファーソン。終わっちゃった結構あっけなく終わるんだねん、はい、終了です即やめで OK ですよね。150番に見ます？いや、見なくていいですよね。はい、さあまたぐるっとしましょう。2万円なくなりましたけども、10万まではね、帰ってきますよ。ヘブンさえ入れられて伸ばせれば。なんか私初打ちの時も確か、あ、初打ちで10万近く多分投資してて、でそこから余裕ってまくりましたからね。オーラスのコラムのオーラスのね、実戦だったんですけど、懐かしい。あっさりと強チャンスリプレイ今スルーしましたけど、いいよ、13万円くれる。
188枚、8枚じゃない、188ゲームもうハマりすぎ。はい、ボーナス中の告知はなかったんですけど、キング選んだ場合結構レバーオンでタッグバトル告知されるパターンが多かった気がする。ない、ないです。7ゲーム47。いやもうハマりすぎ、ほんと。おー、だった冗談リプで55ゲーム。いやこのペースよ、このペース。おー、だった、また冗談リプだ。147ゲーム。お願いします。あー、衣装が白い、絶対ダメじゃない。お願い。おー、いった、いった。はい、もちろんヘブンではないですけども。嘘でしょ。いやこういうとこあるんだよね、この台。1ゲーム目から弱チャンスリプレイなんで当たるかもしれません。嘘でしょ。信じられない。なんでさ、なんで今1ゲームで当たるかね。散々ハマってきたのに。はあ、世界は俺を選ぶ。はい、バトルです。あそこでね、エンジェルの場合もあるんだけど。怖い怖い。お互い攻撃が弱いですね。うわー、負けた。あー、ひどい。最低枚数で終わりましたね。さあ、ぐるぐると歩きましたが、ようやく打てる台を見つけました。バジリスク2ですね。0-0、まだ当たってない台で459ゲームと。で、全地のやめゲーム数が233ゲームなので、あのバジ2の場合、変更してても、設定変更してても天井までのゲーム数は引き継ぐんで、もう関係なく酔い腰で692ゲーム、はい、これをやっていこうと思います。いやでかいね。鉄拳セカンドどこやったっけ。お、開いてる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 。いいんかなこれで。ビッグ1、バケに ART1 回900、絶対あかんやん、絶対あかんやん。あかんけど打ちたいな。はい、というわけで2台目は鉄拳セカンドで、行ってみたいと思います。イエイ。なんでイエイって言ったかは分かりません。とりあえず勝負です。懐かしい鉄拳セカンド。鉄拳セカンドはね、中押しなんですよ。これまたね、1枚取れるんですよ。左が2択になるんですけど、これがね、A プラス ART でね、一番ハマったんちゃうかな。よう打ってましたよこれで、よく勝ててました。はい、高設定積もってるのかどうか知りませんけど、
おー、いい。あー、スイカかい。あれ、これスイカ当たるパターン違う、どう。あれ、割れたよ。あ、割れへんのかい。え、これ割れてない。あ、クマー、クマー、クマー、やった。これ当たってるよね、確か。お、白7か。失礼、白7忘れてた。197ゲーム、なんとか、持ちコインでいけました。いっぱい取れた、205枚。一応この画面確か、いろいろ示唆してて、確かこれ奇数じゃなかったかな。で、なんか牧人とかなんかね、やつやったらなんか6角度なんかあったんですよ。高設定した、偶数したとか。これ多分奇数やったと思います。あ、本当に広角ならね、最低50歩。モード CD だったら 75% で。おー、来た。よし、 OK、 広角中だったようです。あー、赤だ。しかも赤タックだ。赤タックです。まあ、今まで紫タックバトルだったんですけど、ちょっと勝手に名前つけてますけど、私今赤タックバトルなんで、これ結構チャンス。お願いします、勝ってね。緊張する。あ、紫じゃない、服が見た白い。また再び入りました。お願いします、切実にお願いします。やだよ、私下段リップとかで当たるのやだよ。当たる、信じられない。また当たる、普通下段、まあ当たるけど 10% で当たるけど、またデビルからのスタートか。頑張って、本当に頼むよ。うっそーん、また負けですね。はい、終了。やめろ、やめてくれ、いらねえぞ、いらねえかんな。海岸、うわ、ちょっと待って、マジで海岸やめて、本当に海岸だけやめて、お願いだから。よしよし、ふぅ、うわ、
ちょっと待ってよ、当たったよっていうか届いてねえよ天井まで。1024で前日233勝、余裕1257。マジ？いやーしんどいわ。はい、1030ゲームなんで余裕越しで1263ゲームですね。天井まであと17ゲーム。はい、50% 以上はおぼろ。1280ですよね。だよね、17ゲームよ。ずれてる可能性あるよね、天井の可能性あるよね。いや、これで3セット続いてくれたらちょっと可能性ある。いやちょっと遅いんだな。うわ、これ準備中に引きたかったよ。乗っちゃえよ、乗っちゃえ乗っちゃえ、大丈夫だろ。よし、10対7です。10対7でもう気持ち引いてるからね。乗ってないかな。そうですか。完全勝利とはいかず。はい、4セット目。6枚目入ります。もう多分誰も私がプラスになると思っていないと思うので、気が済むまで、もしくは時間が許す限り打ちます。当たらないかな、降格中に。いいよ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 、ようちゃんスリップ、どうだ、激アツ。なんとかなんとかバトルまでは行こう。11ゲーム、どうだ。さあ、いけるでしょうか、バトル。さあ、マックスベッドでいけるのか。よし、いきました。降格中だったからね、なんとかここまでは来れましたけど、勝たないと意味ないよ。避けろ。はい、ダメでーす。はい。難しいですね、なかなか。1400なんかもうマジでなかなかいかないですけど、今日なんかマジでいきそう。はい、5枚目です。
おし、いやスイカ、あれスイったよ。990ゲーム、遅いわ。これはもう社名で報告です。あー、ここまで頑張ったのにな。青992、まあ正式には赤青赤のやつなんですけどね。ラストチャンス、来た。これ戻らなかったですね。僕は押すとこ間違えたんかな。まあいいや、なんとかねじ込みましたよ。この画面が偶数かなんか高設定かなんかです。澤さん、こちらはもこちらはもっと地獄でーすって明るく LINE 返ってきました。でも僕揃いましたからね、ビッグ中に。じゃあようやく2回目の、あ、一応あれか、バトルしてくれるのか、違うかったっけ。で、そうですよね、これ、まあ、もう負けますけどね。お、キュンキュン言うてる。関係なかったっけ、別に。お、いや、ない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 、ほら知ってるよ。はい、そういうことね。キングさんで行くよ、俺は。頼むよ。よし、よし、よし、やい。あれ、あ、紫、はい、レンボー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 、ボーナスか、ボーナスだね。よっしゃ、おれ、おいしい、乗ってきたよ。交代後、今日始め、源之助様、船か、信じております。お、千枚いった。もう一頑張り欲しいな。あー、はい、メモろうね、一応ね。良い星だな。あ、終わりましたね。よいしょ。はいはい、まあ、この台はこれで。はい、それでは僕の方は今バジリスク2、消化し終わったところで一周したんですけれども、まあ打てそうな台も今のところないということで、時間ももう結構、まあもうあとどのぐらいでしょうね、まあ1時間はないんで、まあこの辺で実戦終了してもいいかなということで、一応プラスはプラスなんで、はい、プレゼント分を確保して、はい、あとはお二人が最後頑張ってくれると思いますので、僕の方はここで実戦終了したいと思います。お疲れ様でした。よし、あー弱か、うわー、レイジゾーンとか言ってくれたらね。あかん、終わった。ちょっとごめんなさい、長く押しすぎてボーナス感情報が出てしまいました。青です、頼むよ、マジで。
ひどい、ひどいわ。また単発やん。頼む、あのあれ出て、押すやつ。ちょっと待って、こんな単発多いっけ。お時間が来たようなのでこの辺で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。53ゲーム。もう終わりらしいです。あのお時間ということですので、今ワンボーナスと飲まれたところで、終了しようかなと思います。過去のつれうつでこんなに何もできなかった日があったでしょうかというほど、残念な結果に終わってしまいました。大変申し訳ございませんでした。限界を迎えたのでエンディングでーす。なんて、限界迎えたのでエンディング、誰が限界迎えたんだよ。一人しかいないでしょ、そんな。誰が限界迎えたんだよ。誰が言うてみ、言うてみ。君だよ。いやいや、私の限界10万だからね。あ、ま、え、まだそこまで行ってなかったの。そうだよ、全然行ってないわよ。あ、なるほど。すごい、すごい、すごい精神力です。片足以上突っ込んでたから、はい、ね、半分ぐらいは、ね、半分はね、はい、はい、というわけで今日実戦終了です、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやどうでしたか。いやいや、まあまあこんな感じ。お父さんみたいなテンションで来んねん。いや、ねえ、今日の学校どうやったみたいなテンションねえ。本当ですよ。おい、余裕あって、いじめられたわ学校で。おう、そうだそうだ、ほんまに。いやいや、普通にもう朝の電車の中からもう設置にエンジェルがあるって言ってもうウキウキで、もう来る前から打つって言ってたんで、だからいじめられたわ。誰に。エンジェルにいじめられたの。エンジェルにいじめられた、なかなかですよ。エンジェルじゃないじゃん。そうですね、エンジェルじゃない、デビルかな。デビルに、はい、まあじゃあ一応、はい、結果の方を、はいはい、お一人ずつ、はい、私から、私からがいいです。はい、はい、はい、私は1台エンジェル打ちまして、はい、投資56,000円。56,000円。回収ゼロ。マイナス56,000円です。なんでなんでなんで笑う。いや、もうグーの音も出ないなと思って、ね、でもまだ限界ではないんで、澤さんの限界ではない。限界じゃない、まだ打ち足りないって言うの。そう、打ち足りない、本当に。嘘やん、もう足りてるでしょ。いや、足りない、だって違う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 、今日入れればすね、金。今日は出てないけども、今日はですよ、わーですよ。いやいや、もう違う違う、だってラッシュ、はい、新鉄拳ラッシュ入って2回入ったんですよ、2回。いや、2回は1回目だよ、1ゲームで。ほら終わった。よう、それで打ちたい思いますね。2回目どれがついたんで。15ゲーム。やめなあれ。わかりました。はい、こんな感じで大負けでございます。はい、すいません。はい、じゃあ、はい、僕がいいですか、リッタさん。どうしてもいいですよ、それはもう MC が決めてよ。じゃあ僕からいきます。はい、はい、はい、僕はですね、はい、朝からずっと早なしてました。お、はい、すごい、さすが。揺るぎない心で。あ、もうそんな案がないですもん、ね、こいつ朝から早なってね。いや、もうよくやって、朝はとりあえず好きな大王。よくやってるでしょ、でも。やってない、やってない。で、どうなの結果よね、問題は。そう、3台、一応3台拾えて。3台拾って、はい、凱旋麻雀物語3バズリスク2と、お、回収が1525枚。ほら、なのですごい、収支がプラス27,500円です。あー、素晴らしい、すごい。スーパービッグボーナスにはさすが、ちょっと足りなかったんですけど、まあ一応プラスはプラスで、すごい、
終えれましたので、いつもプラス、最近ずっとプラスなんですよ。最近、最近ずっとプラスやから、なんかあれ服なんか新しいの買った、ひょっとしてそれ何、なんか抜くそうやね。なんかそれさあさん、何ですか、ね、これね、うん、ちょっと失礼しますね。いい、失礼して、何うん、モンクレール。モンクレール、モンクレールみたいな。モンクレールって何ですかさ。モンクレール、うん、アウター持ってなかったんで、アウター持ってなかったから、ね、ちょっと長く着れるアウターを買おうかなと思って買ったんです、うん、いやもう買うっていう発想がないですもん。ない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 。こちらもうダンボール作って拾ってきてこう、うん、色は色は確かにダンボールで、そう言われればですけど、はい、そんな、うん、いつ買ったの、いつ買ったの、ちょ最近です、最近、うん、最近買ったんや、いくらしたの、それちなみに。いやいいですってタグホイヤーと合わせてどれぐらいするの大丈夫ですから、そんなそんな、はい、そうなんだ、はい、好きな時計はダニエル・ウェリントン好きな時計はダニエル・ウェリントン好きな時計タグホイヤーだけわすごい、聞いたことないのばっかりなんか僕は、ね、まあ、結果言ってください、次も早くモニタさんも結果言ってください、じゃあ、僕の結果を発表いたします、僕はですね2台打ちました、はいはい、1台目が、ハイスクールオブザデッド、はい、そして、2台目が鉄拳セカンド、はい、打ちまして、両方好きな台ですもんね、両方好きな台、はい、そう今日は好きな台でね、やっぱり愛で出すっていう、愛で出す、愛で出すっていう、はいはい、はい、さぞかしモットーでやってますね、こっちはモットー、はい、モットー、はい、それをモットーでやってます、はい、じゃあ結果、発表します、はい、投資が4万1000円入れてんな、回収が491枚というわけで、はい、収支がマイナス3万2000円です。 なんで俺最後にしたのこれ、わかんない、なんで俺最後にしたの、いや、わかんないです、別に、なんかそのビッグボーナスがスーパービッグボーナスになる可能性があるみたいな、ないよ俺、いや、だってもう見てるんでわかるじゃないですか、だって俺900ハマったもん、ね、セカンドそういうのも多分998とかで見てる方はもう見てると思ったんで、うん、そうな、はい、なんとなくそういう風に、はい、行きました、以上でーす、はい、ということで、中京さんに合わせて、はい、さん合わせてというか、うん、プラス分の方が2万7500円と、はい、すごいということなので、一応ビッグボーナスですね、はい、はい、ビッグボーナス何枚相当、ビッグボーナス相当です。そらそうだよ。そらそうだよ。ビッグボーナス相当の、プレゼント。モンクレール、モンクレールの 何かをプレゼントしましょう。モンクレールの何かを、ね、よろしく。よくわからないけど。無理だ。無理無理無理。ビッグボーナスよりすごいんですか？モンクレールって。モンクレールって何個？何ビッグ？モンクレールの話よくないですか？ビッグボーナス何回引いたらモンクレール買えるの？なので、モンクレール知らないですけど。10回ぐらい引かなかモンクレールビッグボーナスを、あ、こちらをね、アンケートの方にアンケート書いていただければ、はい、アンケートに何て書く、モンクレールつれうつんじゃって書いてもらえる、モンクレールって書く、つれうつんじゃってしてモンクレールって書いてみる、そんな、ほんとそういうこと言ってるとマジであのブラックに潰されますからね、やだ、いや本当に、いやブラック関係ないよ、モンクレールと繋がってる、分かんないですよ、だから俺らがそういう風に言って、うん、ふざけたこと言ってると、うん、あっちがもうここぞとばかりに、あ、そうね、もう狙ってますから、確かに確かに、それはね、ちょっと秋山さん言ってましたもん、いやこれチャンスだよねって、いや、あいつが作るからね、だからあれ、朝ちょっと言いそびれたわ、なんか言ってください、環境どうなのっていうだけの話になったけど、実際あの人にちょっと文句があるよ、いろいろそういうところで、うん、ブラックをなんで作ったのかと、うん、はい、ね、和気あいあいとなんか で、沖縄この間行って夏行って、はいはい、去年の夏行って、うん、で今年もどっか行けたらなとか、うん、あんだけ笑顔って言ってたのに、はいはい、その次の週ぐらいにブラックが登場してきた、そうですね、何しとんねん、お前頭おかしかったんかな、思って何なんすか、いや、楽しいでしょ、多分楽しいでしょ、楽しいないわ、こっちは楽しいでしょ、楽しいでしょ、いやいやしかしてないよ天下の立場はな、おるんですよ、マナさんがね、いますね、マナさんいる、まあ、こっちもまあ一応澤さんおるけども、一応って、いや、まあね一応、まだ、ね、まだギリギリね、美しさを保ってるからいいけど、いやいや、そんなことないですよそんなことないですか、いや、澤さん綺麗でしょ、いやいやいや、結構ね、結構もう、まあね、いろいろ年齢も重ねてるんでね、どこが辺がですかまあちょっとこの目尻とかね、目尻とか、ちょっと見せてもらっていいですか、はいはい、いや、ババやないちょっと待って、これ毎回やるんすかもうよくないですよ、いや、俺、まあ、あの前回手応え感じてるからねただ欲しがるんですよね、そう、ね、今もう前出てきたもんね、もう一個行こう、困ったよ、まあ、この流れで行こうっていう、困ったよ、これ2回連続やるんかと思ってノリノリでやったけど手からね、目尻に返すんだね3回目どうするんすかね、怖い、気になるところですが、はい、助かったな澤さんに助けられたな
ありがとうございます。まあ、うやむやにしてね、そうですね、だったけど。そうですね。はい、ほっとしてます、顔が。はい、よかったよかった、はい。平和に行きましょう、はい、平和に、ね、うん。仲良くやりましょうね。仲良くね。はい。はいはいはい、というわけで、はい、2018年一発目の、はい、動画実践ということで、はい、今回ビッグボーナス、はい、無事、無事と言っていいですかね。無事です。はい、無事、はい、のビッグボーナス分のプレゼントをお届けできるようになりましたので、はい、ぜひぜひ、応募の方よろしくお願いいたします。します、はい、じゃあ、最後、澤、はい、さん、締めてください。はい。はい、いきます。怪盗戦隊セイツンジャー、次回はモンクレ変えるぐらい勝つんじゃーいくらなんじゃーいくらなんじゃーうーしゅーい今年もよろしくお願いいたします。お願いします